今週も始まりましたレディオパンボンズ、安部智和のソングフォーユー第17回、いかがお過ごしでしょうか。まずはパンジャイルド祭り6、ご来場の皆様ありがとうございました。そして9月30日日曜日に予定していた2回分のパンジャイルド祭り6の公演が台風により中止となってしまいまして、ご来場できなかった皆様、改めて申し訳ございませんでした。とてもとても我々としても残念でした。また披露できる機会があるといいなぁと個人的には思っています。さて本日の Song for You はパンジャイルド祭り6で新たにできた歌、ゴミの歌を宇宙発音エアーしたいと思います。タイトルもドストレートに、ゴミのいろいろなことを考えながら一緒に学ぶきっかけになればいいなという思いで作りました。それでは聴いてください、ゴミの歌。資源ゴミ、粗大ゴミ、いろいろとあるけれど、捨てるだけじゃない。できること、やれること、やるべきことって何？食べ物でミッション、可燃ゴミレッション。食べ物を作るときはエコクッキング。エコクッキング。1、買ったものは捨てないように料理する。2、食べられる量だけ作って残さず食べよう。3、どうしても出た生ゴミは水気を絞る。エビバリ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 セイ。作るときも捨てるときもゴミの量を減らすセイ。作るときも捨てるときもゴミの量を減らす。グッジョイ。おもちゃでミッション、レッゴー。出会ったおもちゃは最後まで、最後まで。1、買うときは必要かどうか考える。2、壊れたおもちゃは修理してもう一度使おう。3、使わなくなったら必要な人に譲ろう。エビバリ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 。大事に楽しく最後まで遊ぼうよ。せい。大事に楽しく最後まで遊ぼうよ。グッチョイ。ペットボトルでミッション、資源ゴミレッション。ペットボトルは再び生まれ変わる、生まれ変わる。1、キャップを取ってラベルを剥がしてさっと水洗い。2、資源ゴミで出した後それからどうなるの。3、潰して固めて粉々にして卵をパックやトレイやワイシャツに生まれ変わる。エビバディ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 セイ。リサイクルセイ。リサイクル。グッジョイ。自転車でミッション、粗大ゴミレッツゴー。それぞれルールを守って捨てよう。ルールを守って捨てよう。1、知らなくなって勝手にその辺に捨てないで。2、まだ乗れるならお店で修理、再び走れるよ。3、遠くの国へ送って役にも立ってるよ。エビバディ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 セイ。リユースセイ。リユース。グッジョイ。